どうも、大型巡洋艦シーサリーです。お願いします。いや、この前プロ野球見に行ってね、もうだけど試合の前半でデッドボールが3つも出て、だけど乱闘にはならなかったんだよ。いや、昔だったら2個くらいでなってたのに、なんか最近ちょっとぬるいかなーって思収まった？え？何あの音？なんかすごい音しなかった？ごめん、おならしちゃった。おなら？え、今のお前のおなら？いやいや、音すごすぎたけど。あ、普通のヘみたくは覚えてるけど、あの匂いはあんまなくて、音がすごすぎたから。あれ、おならなの？ごめんね、僕、君の話もっともっと聞きたいよ。乱闘の話がもっとやってよ。いや、まあまあいいけど、じゃあ続き話すとさ、いや昔ねブライアントみたいな選手いたけど、あの人みたくなんか収拾つかなくなるくらい乱闘するとかはさ、まあさすがにやりすぎだけど、でもそれぐらい血気盛んのがプレーの質もね。収まった。え、またおなら。ごめん、おなら。おい、え、どういうこと？なんか音がすごすぎないか、お前。ああ、匂い匂い匂いない。匂いはない。え、音がすごいから。あの、臭すぎるヘとかより、うるさすぎるヘの方が嫌かもな。なんか気づいた。俺そう思ったわ。なんかもううるさすぎたからヘが。音全振りのヘしてんだ。ごめんね。まあ、話続けてよ。僕ね、あの、もっともっと、もっと、君の乱闘の話聞きたいよ。じゃあ、兵こくなよ。お前が兵こくから途中で止まるんだろ。じゃあ、兵こくなよ。じゃあ、まあ、話すけど、いや、でもその、血気盛んなプレーが、まあ、次の塁とかを狙うみたいな、そういう姿勢とかいろいろ繋がって、プロ野球の質ももっともっと上がる。お前、尻から F106 でも出動してる？なんか、戦闘機の離陸音みたいなのがすんだよね。お前、尻から F106 出てない？え？あの、ヘがソニックドーム起こしてるっぽいのよ。音より速いヘ、こくなよ。恥ずかしい。いや、恥ずかしいとかじゃないから、F106 っぺは。それよりさ、君の乱闘の話ちょっと聞かせてよ。いやいや、もう乱闘の話はいいよ。もうそれどころじゃない。乱闘どころじゃないことがお前起きてるから。その兵106は、それなんでなのそれ。何が起こってんのこれは。実は、僕、母親が空母で。え、母空母？母空母なのお前。え、漢字で書くと、空が母に挟まれてるけど。僕、人間と空母のハーフなんだ。それってじゃあ、実質父親から生まれてるか、お前が兵器とかなのか、どっち？空母が人間の子を産むということは絶対にないから、必然この二択になると思ったんだけど、どっち？まあ、そんなことはいいけど、
とにかく出てるのはヘだよ。それは間違いない。え、じゃあ、音は F106 で、物はガスのヘをしてるってこと？すごいね。しかし、すっごい。あ、だから匂いはない。匂いはない。音だから。音だろ、それ。あ、そんなんしてんの？そんなんしてんの？いや、こんなん変にしないじゃん。これしたらもう F106 だろ、それ。F106 じゃなくて変なんでしょ？ I will love you forever. 外人の恋したの？何がお前のね、匂いはないよ、音なんだよ、音全振りなんだよお前のね。すごいことなってるから今耳がキーンって。それ何なのって。それしたら F106 だろって。あ、じゃあもう F106 な、お前尻から F106 こく人ね、お前。じゃあね、うん、だとしたらお前のケツってどっかと戦争してる？どこのバカ国？お前のケツとやってる国は。うん、また新しい音。新しい音だったけど、何？これもお前？うん。なんかバッティングみたいな音をしたけど、お前の中で吉田正尚が T でも打ってる。何の音？これは第六生理現象だよ。第六生理現象？まあ第六感みたいなことだね。は？まあそれの生理現象版だよね。うん、え、だ未知の生理現象みたいなこと？第六感も未知の感覚みたいな感じだし、未知の生理現象みたいなのがお前には起きてるってこと？これはお前のどこの部分の働きによるものなの？これは脳だよ。これ脳？これ脳由来？まあ脳の変みたいなもんだね。いや、わからない。いや、え、お前の脳にケツでもあるってこと？これは脳変だよ。脳変？漢字で書くとね、うん、脳みその脳に、うん、で次は脳変に。脳変？脳って変になれたっけ？あ、で脳みその脳って書いて、次にこの脳変にこの変を足して、これで脳変って言うんだよ。でそれが僕から出てる。お前人外すぎるだろ。同人外じゃねえかよお前それを。土人街なのかよ。で、なんでな、お前固有の現象に専用の漢字あんの？何が起こってんのこれって。これは、飛び切りだな。
もういいわ。